振り返って見上げれば、私たちのいる谷底から上の道路までは200メートルぐらいだろうか。警笛の音が届かない距離ではない。さて、ではどうやって上の道路にいる人間の存在を知ろうというのか。それが今のところ一番の問題だ。さすがに200メートルも離れてしまうと、上の道路を走る車の排気音やロードノイズは聞こえてこない。そうなってしまうと、今のところは時間を決めて定期的に警笛を鳴らすといった消極的かつ偶然に期待するぐらいしか思いつかない。捜索隊のヘリでも飛んできてくれればわかりやすいんだけどな。ヘリコプターだと逆に自分の出す音が大きすぎて、こちらの出す音に気がつかないんじゃないかしら。そうか。あ、音がダメなら光は？ヘッドライトを取り外して空に向けて点灯してみたらどうかな。いいアイデアだとは思うけど。語尾を濁した和樹の言葉に背後を振り返ってみれば、その言いよどみの意味はすぐに判明した。200メートルから斜面を転がり落ち、最後は落とし穴のごとき谷底に転落したマイクロバスは、あたかも恐竜が噛んだガムのカスのようなありさまを晒していた。屋根は潰れ、窓はすべてが割れ落ち、前照灯や方向指示器もその例外ではなく見事に破損している。ダメか。室内灯とかテールランプの一つも生き残っていれば何かの役に立つかもしれないし、調べてみましょう。うん、そうだね。個人的にはあれかな、ゴム、うん、夜に夜というか 日中か、うん、ゴムを燃やす、うん、ゴムって結構カロリーが高いからめっちゃ煙出るんよ。めっちゃよく燃えるし、めっちゃ煙出るんよ。俺だったらなんかゴムを燃やして、定期的な時間にそのゴムを燃やしておびただしい量の煙を空に打ち上げるっていう。それこそ木々の、合間が邪魔するっていうのがあるけど、それはのろしくらいなんだけど、その普通のね焚き火の煙とかだったらそうなるかもしれんけど、ゴムくらいのハイカロリーがあれば多分それをね突っ切って、場所さえ考えればそれを突っ切って飛んでいくかなってのがあったりするけどね。私と和樹は手分けをしてバスの残骸から使えそうなものを物色して回ったが、めぼしいものはすでに運び出された後だ。新たに発見できたのは、読み捨てられた雑誌や貨物室で緩衝材として使われていた薄汚れた毛布。あとはわずかばかりの工具の詰まった工具箱に、車両火災時に使用すると思われる消火器が一つ。果たしてこれらが一体何の役に立つというのだろう。最初から過度な期待はしなかったつもりだったけれど、未調査の貨物室から缶詰の一抱えでも見つかれば、小躍りしてキャンプに持ち帰ることができるといった淡い期待を、密かに抱いただけに、その落胆は想像以上に大きかった。ねえ、和樹、私たち、どうなるのかな？その質問、今日だけで4回目よ。そして私は毎回同じ答えを口にしている。なるようにしかならないし、何とでもなるから今はただ希望を捨てずにできることをしなさい、だよね。分かってはいるんだけど、どうしてもね。今はただできることをする。その言葉にはいつかきっと助かるという小さな希望も含まれているが、目の前の状況すら見通せないのはあまりにも不安だし、その不安があまりにも大きすぎる。まるで目の前に巨大なクジラをどんと置かれ、果物ナイフ一本で解体しろと言われているような気分だ。泣きそうになりながらクジラにナイフを突き刺し、
こんなことをして本当に終わるのだろうかというと廊下に苛まれながら、誰かが無駄だからやめようよ、無理だよと言い出してくれるのを待つ状況。そんな状況ではどうしても考え方が後ろ向きになるのは仕方がない。助けは来るのか、いつ来るのか、もし来なかったらどうやって脱出する、どうやって生き残る。考えるだけ無駄だと分かっていても、気がつけば頭の隅からじわじわと染み出てくる。これもまた人が生きていくために必要な脳のシステムなのだろうか。そんな思いつきを和樹に話して聞かせると、彼女は、いえ、それは多分あなたの性分、とあっさり首を横に振った。そうこうするうちに、金田古森ペアのタコが完成したようだ。各自思い思いの作業をしていたものが集まった。タコを揚げるのに使用する糸は、釣り道具の中にあった細い釣り糸だ。強度に不安が残るので、まず携帯を乗せずに飛ばしてみるテストから行うことになった。釣り糸の長さは約100メートル。それだけ高く上がれば、たとえ携帯を積んでいなくとも、上の道路からでも目につくかもしれない。ところがまあ、現実というのはそれほど甘くないらしく、何しろ素人が見よう見まねでうろ覚えで作ったタコがそううまく風に乗れるわけもなく、何度も何度も失敗しては最後には地面に墜落してバラバラになってしまったのだ。正直な話、その場に集まった者たちはタコをあげる当人たちを含めてこんな結果になるような気が最初からしていただけに、あまり落ち込むようなことはなかった。たとえもしうまく上がったとしても、10メートルも上がればこの谷の蓋とも言える木々が覆いかぶさっている。あの木々を隙間を縫うようにして引っ掛けないようにタコを上げるのは並大抵の苦労ではないように思えた。それでも金田と古森はもう一度挑戦すると言って、壊れたタコの修理に取り掛かったが、これ以上ここにいても得はなさそうだと判断したのか、他の者はそれに付き合うこともせず、おのおのが自分の持ち場に戻っていった。結果としてはその後も金田と古森のタコが空に上がることはなかったし、成功したところであまり効果は期待できないという話を後で越智先生の口から聞かされた。私たちがいるこの現場は越智先生が生まれ育った地元に近く、先生が言うにはここは携帯の電波の入りが最悪だということらしい。地図で見ればすぐ横に立派に舗装された国道が直線的に走っているが、私たちが滑落した道は、いわゆる旧道と呼ばれる道である。先生が学生の頃には頻繁に使われていた道らしいが、今はよほどの理由がない限り利用されなくなっているのだ。帰り道の渋滞を懸念し、迂回路として旧道が選ばれたわけだが、道の入り口自体が狭く目立たない上に、強い雨が降れば閉鎖されてしまう、ような道で、通る車の数は極端に少ない。そもそも私たちが崖から転落したのも、ガードレールすら満足に張られていないカーブが存在したのが原因だった。崖の上に上がっても携帯は使用できない可能性がある。そのことを知らずに今もタコの修理に余念がない金田と古森に、私はその情報を伝えるべきだろうと思った。ところが、そんな私に和樹は、やめておきなさい、と眉を寄せた。無駄かもしれない努力をするぐらいなら、何か別のアイデアを試すの方が有効ではないのか。そう問う私に、和樹は、難しい話になるけど聞く、と小首を15度ほど傾けながら、にっこりと微笑んだ。その人を小馬鹿にしたような仕草に
いささかうんざりしつつも、簡潔明瞭にと念押しした上で話を聞けば、私たちがここに来てまだ2日目よ。今はまだ拡散期です。つまり今は多くの無駄を重ねて加減を学ぶ時期なの。放っておいてもそのうち勝手に学んで無駄をしなくなるわよ。つまるところ、この環境における私たちは生まれたての赤ん坊に等しく、泣くな、動くな、何でも口に入れるなと抑制すれば成長の著しい妨げになるということらしい。和樹の言わんとすることも理解できないわけでもないが、自分の行動が徒労であったと後から知らされた時の彼女たちの心労を思えば、一言でも耳に入れとくべきだと思えた。なんて言うんだろう、こう感情のブレインストーミングというか、行動のブレインストーミングというか、まあ、とりあえずそのなんか自分に気づけた方がやっぱいいわけじゃん。だからやれるだけのことはやったっていう納得感が、まずこれ精神を落ち着かせるっていう作用がきっとあると思うから、そういうことなんだよね、きっと。私は和樹に背を向けると、適当な大きさの岩の上に腰掛け、絡まった釣り糸を複雑な表情で懸命に解いている金田先輩に声をかけた。ああ、うん、まあ知ってたよ。意外とも思える冷静さで、金田先輩は私の言葉を受け止めた。佐久間先輩からそんな話は聞いていたしね。佐久間先輩から？振り返れば、ひびの入った携帯電話を開かずに空に投げ続けている佐久間先輩の姿があった。どういうことです？ん？ああ、実は、上の道路にいた時から圏外だったってのは分かってたんだ。バスが横転する少し前、佐久間先輩は時間を確認しようと何気なく開いた携帯電話に圏外の文字を見て、こんな場所で事故を起こしたらどうやって警察を呼ぶのだろうと、くだらない心配をしていたことを覚えていたという。じゃあ電波が入らないことを知っていて、それでも携帯を投げ続けていたってことですか？まあそうなるかな。でも絶対に入らないと決まったわけじゃないし、たまたま私の携帯が圏外だっただけで、他のキャリアなら入るかもしれないだろう。だからこそ他のメーカー、他のキャリアであるいぶきの携帯を借りて投げてみようと試みるが、いぶきは大切な携帯だから自分で投げると言い出し、結果として2人で携帯を投げては拾うという状況になったのだ。結局のところ、いぶきの携帯でもダメっぽいんだけど、ほら私はこんな性格だからさ。無駄だって頭じゃ分かっていても、体を動かしてないと落ち着かないんだ。そういう性分なんだよ。思い返せば、佐久間先輩は部活の時でもそうだ。試合の相手がどんなに強豪であっても、コツコツと練習を重ね、負けると分かっていたとしても、無駄だと分かっていても、たとえ一人でも練習をする。バスケの試合にしたってそうだけど、やれることはあったのにっていう後悔が一番悔しいと私は思うんだ。どうせ負けるにしろ、やれるだけのことをやった上での敗北なら、勝利はなくても満足は得られるし、その次につながるだろう。常から黙々と努力を重ねる佐久間先輩らしい言葉だった。部でもかなりの実力を持ちながらも、人の上に立つのが苦手だという理由で部長に推薦されるも辞退したという。そんな佐久間先輩の言葉に気分を悪くしたのは、寮で同室で今もこうして佐久間先輩とペアを組んでいる伊吹だ。私は熊先輩のそういう無駄に熱苦しいところとか苦手です。それに電波が入らないって話、私は聞いてませんよ。無駄だと分かっていることに付き合わされていたと知った伊吹は、下唇を噛みしめると手にしていた携帯を強く握りしめた。この伊吹という少女も何かにつけて文句を口にするタイプで、クラスや部など
部などの集団では疎まれやすい性格をしていた。あれ、言ってなかったっけ？そういう大雑把で忘れっぽいところも嫌いです。悪かったよブッキー、言いながら佐久間先輩はさりげなく伊吹の腰に手を回し、頭の上に顎を乗せるようにして身を寄せる。ブッキーって呼ばないでください。そのおかげで最近ではクラスメイトにまでブッキーと呼ばれるのだと伊吹は口を尖らせた。なるほど、一見すれば不仲にしか見えないペアにも余人には預かり知れない絆のようなものがあるのだろう。そんな二人を見るにつけ知らず頬が熱くなり、さてどちらが猫でどちらがタチなのだろうなどと愚にもつかない妄想を膨らませている私に、佐久間先輩は自慢げににやりと微笑んだ。だから言っただろう、君たちが思っているほど私たちは仲が悪いわけじゃないってさ。はあ、君の相方はどうした？あの風見って子は放っておくとへそを曲げてすね始めるタイプだと思うよ。まさかあの和樹ですよ。和樹は誰も必要としない。彼女にとって私という存在はただの駒使い、便利な飯炊き女でしかないのだ。それにあの和樹のことだ。必要に迫られて調理を覚えればあっという間に私の存在価値をも脅かす腕前を身につけることだろう。分かっちゃいないね。全然だよ、スオアマネ。だったら君はどうしてあの風見和樹とペアを組んだんだい？それは、選んだのも何も和樹の方から私を指名してきたのだ。それにあの風見和樹の強烈な個性に耐えられるのはきっと私ぐらいだろうとも思えたからだ。じゃあさ、風見に同じ質問された時こう答えてみればいいよ。え？顔を寄せそっと耳打ちをする佐久間先輩の体からは柑橘系の爽やかで甘い香りがした。耳元で淡くささやかれる吐息やくすぐったくもあり、身を縮めて固くする私に佐久間先輩の言葉の意味はうまく伝わらなかった。それでバッチリ、風見は君のことをどう思っているかはっきりわかると思うよ。でも強い言葉だからあまり頻発しない方がいいと思うな。それが私からのアドバイス。はあ、さようで。意味はよくわからないし、口にしたところで一生に付される可能性も高いように思えたが、まあそうだな、覚えていたら一度ぐらい試してみるのもいいかもしれない。ほら、お姫様がへそを曲げる前に戻りなよ。お姫様ね。別に佐久間先輩の言葉に触発されたというわけではないが、私は和樹の姿を求めて自分たちに割り当てられたテントに戻った。ところが私たちのテントの前に和樹の靴はなく、中を確認してみても和樹の姿は見当たらなかった。さて、一体どこに？確かに佐久間先輩の言葉は一部においては、的を射ている。正腕でいいのかな？を射ている。放っておけば、一人で勝手にひょいひょいと行動に移すタイプで目が離せない。また一人で森にでも足を踏み入れているのだろうか。そして私が探しに来るのを待っているのでは？いや、それはさすがにうがちすぎか。とはいえこのまま待っていてもきっと和樹はなかなか戻ってこないようにも思えたし、ましてやあの歯に衣着せぬ性格だ。それが災いとして誰かと口論になっていても面倒だ。やれ面倒な女とペアになったものだと短足を漏らす
ものの、結局腰を上げる私は、なんとお人よしなことよ。